ジョージ・秋山は日本の漫画家。本名は、秋山雄二1943年、東京都の日暮里で出生。姉、兄、弟、妹それぞれ一人ずつの五人兄弟の次男。父は腕のいい朝鮮人の造花職人だった。第二次世界大戦中は、栃木県田沼町に疎開した。10歳の時父親が事業に失敗し、 足利市へ転居。極貧生活を経験する。子供の頃から漫画を描き出し、中学2年生で漫画本を自作した。高校への進学を進められたが、親兄弟のことを考えて、中学卒業後に上京し、神田の貸本漫画の取り継ぎ店、吉焼道に就職。吉焼道に勤務しながら、取次として担当した若木書房に原稿を持ち込んだり、 漫画家の前谷惚光邸日産して漫画家を目指した。前谷みつの名義で出版されたのが初、単行本となる。吉野軌道退職後はアルバイトを転々としながら、日本放送映画で、テレビアニメ、戦え、オスパーを手伝う。その後、講談社へ持ち込みを続け、やがて編集者からの紹介で1年半ほど、森田健次に指示した。 アシスタントをしつつ、歌詞本漫画に作品を発表し、少年大法1965年2月号に突飛な作戦を掲載、1966年に掲載の別冊少年マガジンに骸骨くんが成功、翌年に連載を依頼されたパッドマン X がヒットして、1968年の講段社児童漫画賞を受賞。ギャグ漫画で成功したことから、 残酷ベビー、コンピュータン、ホラフキドンドン、デロリンマンなどペーソスあス溢れるギャグを得意としたギャグ漫画家であった。1970年になって、3月から、週刊少年サンデーに、千ゲバーを、8月から、週刊少年マガジンに、アシュラをそれぞれ発表し、それまでの作風からは想像もつかない露悪的とも、言える描写で人間の善悪やモラルを問い、世間の注目を浴びた。 アシュラ第1話には、飢餓から人肉を食べ、我が子までをも食べようとする、女の描写がある。これを掲載した1970年8月2日号の、週刊少年マガジンは一部地域で有害、図書指定され、作者秋山にも取材が殺到し、一躍時の人になる。騒動の家中の1971年11号の、週刊少年サンデーにて、 告白を連載開始した。人を殺した過去があるという告白を掲載した。翌週には、先週の告白は嘘であると書くという行為を繰り返して、虚日前までの過去を綴った後に、数多く持っていた連載をすべて終了させ、一時引退を宣言。6月より、日本一周の放浪の旅に出る。3ヶ月後、1971年34号の、 週刊少年ジャンプにて、バラの坂道で復帰。以後は、青年誌にも、活動の場を広げ、1973年12月5日、発売の、ビッグコミックオリジナル19号より、フローグモの連載を開始。同作品は、幕末の東海道、品川塾で、物事に執着せず、ふわりと生きるの、のフログモを、主人公に、男女のキビ 姿勢の人々の喜怒哀楽を描いた時代劇漫画である。幅広い支持を得る大ヒット作となり、1977年度の花園大学の入試問題にも使われたほか、渡哲也主演とビートたけし主演で二度テレビドラマ化されたこともある。連載は44年もの長きにわたり、2017年9月に最終回を迎えた。 1980年から1984年まで、週刊漫画娯楽にて、成人向け漫画、ピンクのカーテンを連載し、同作品は1982年から、日活ロマンポルノで、成人映画化された。映画版は好評により、1983年までに3本が、制作される人気シリーズとなり、 主演した、美穂淳を、日活ロマンポルノの看板スターに押し上げた。聖書の漫画家を手掛けたことで、その存在を、さらに印象付けた。この漫画版、聖書は、幻当者より発行されている。2020年5月12日死去。77歳没。中学時代の知能指数は120。身長は170センチメートル。ペンネームについては、 ドラマーのジョージ川口のような感じで、バンドマン風にしたかったとのこと。若気の至りでつけたものだと語っている。漫画は嫌い、漫画を読むとバカになる。手塚治虫の作品は読んだことがないと述べているが、テレビアニメ、戦え、オスパーの仕事を共にした漫画家の鳥井和義によると、実際には漫画を愛しており、手塚治虫についてもとても尊敬していて、 手塚の写真を額に入れて飾っていたという。嘘ばっかりついてんだから、独特の照れ隠しと、秋山がなかなか本心を明かさないことをとリーは説明している。解任ゴンズイについて、元、週刊少年ジャンプ編集長の西村修行は、話がすごく面白い人。でも、肝心の漫画が、全然面白くない。 少なくともジャンプの読者からの人気は最下位だったと語っている。千下場がドラマ化された際、劇中で使用されるヘノヘノモヘジの絵を描いた。ABCDFGH 立花隆漫画家、ジョージ秋山の失踪、文芸春秋1971年7月号。文芸春秋編、立花隆のすべて文芸春秋、1998年。 ピアニッシも436から447に、七に再録 ABO 泉実情、消えた、漫画家に太田出版、1997年、ピアニッシも29から30、鳥井和義インタビュー。名は広志森田健二先生インタビュー、赤塚藤代大先生を読む、本気ふざけ的解釈社会評論者、2011年、 p321ab 竹内治。戦後漫画50年七熊処房。1995年。ピアニッシも。129から134期きて。大泉実情。インタビュー。アシュラとは、一体何だったのかジョージ秋山。昭和の漫画名作セレクション少年マガジンクライマックスを、もう一度講談者。2002年。ピアニッシも。124から133。竹内治。 戦後漫画50年七熊処房1995年、ピアニッシモ134から135。新田五郎、作者が自作中では神、漫画家自身が主人公の漫画、とんでも漫画の世界にと、学会、学校者、2010年、ピアニッシモ53から56、寺脇健ロマン・ポルノの時代公文写真書、2012年、 ピアニッシモ、183から184、松島俊之、日活ロマンポルの全史名作、名優、名監督たち講談社、2000年、P273、漫画家のジョージ秋山さん死去、共同通信。 https://dis.kiji.is/.6400390253620767692020 年6月1日閲覧 ?ab, 消えない、漫画家魂の救世主、ジョージ・ヤキヤマロングインタビュー、クイック・ジャポンボリューム12、1997年、ピアニッシモ100、109から110、ジョージ・ヤキヤマ人のために描く時代は、 終わったんですよ。増刊週刊大衆12月27日号、ビバコミック漫画課題集合お二バ社、1984年、P37、クイックジャポンボリューム16、165から169ページ。高野さん、回想1200年記念。ジョージ秋山、工房大師空海を文庫化。ウェブ漫画サイト、キトラでの先行連載も。 プレスリリースニュースリリース配信シェアナンバーワン、PR タイムズ2020年6月4日閲覧。菅谷光仮面ライダー青春布もう一つの昭和漫画誌ポット、出版、2011年、ピアニッシモ232から238。ありがとうございます。